オーロル、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体で、コマルカダ・マリーニャ・オクシュデンタルに属する。ガリシア統計局によれば、2010年に人口は1175人。自治体の中心地区は、オーロル教区にある。カスティーリア語表記はオール。ガリシア語ア社の自治体住民に占める割合は98.95%。オーロルは、ルーゴ県の北部に位置し、 コマルカダマリーニャオクシュデンタルに属する。北はオビセイドと、ビベーロと、東はオバラドーロと、南はムーラスと、西はアコリューニャ県のマニョンの各自治体と隣接する。自治体中心地区はオーロル教区のオーロル地区。自治体市長はガリシア国民党のマルシャル・サンフルホ、フェルナンデス。自治体表議員はガリシア国民党5、ガリシア社会党4となっている。 オーロールは八の教区に分けられている。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。